インサイドのジジイたちと同じ状態になるように俺たちの体は埋め込まれたナノマシンでコントロールされてんだぜ。気分悪くね？あいつ自分たちだけ綺麗な空気を吸っていい生活してよ、俺たちはネットに繋いでなきゃ生きられない体にされてさ、生かさず殺さずで絞り取る気だぜ。チクシュ、インサイドも空気は汚染されてるよ。へえ、そうかい。人間が人間であるには死が必要なんだよ。